夜の頂きハイジャンプは。おし。いける。全然だっていける。一人の男の子の成長物語。ママがいないと何もできないという少年が自らの壁を乗り越える。もう一回やろ。イタジャン子ども成長企画第3弾スタート。さあ始まりました、平成ジャンプのいただきハイジャンプ。今夜もよろしくお願いいたします。なんかあれ、ちょっと前まで僕ここ座ってたんですけど、あれなんで僕またここに座って、ねえヒカなんで僕ここ座ってんだって。お前がドンピシャなんや、帰って帰ろう。平成ジャンプよ、この一大事を放っておいていいのか。午前11時東京板橋区に連れてこられた高木と山田。高木くん痩せたね。よろしくお願いします。お願いします。今回この子の一大事です。この子何これ、天使じゃん。善太くん6歳。善太くん、善太くん。しかし善太くんにはある問題が。え、普段の様子を見てみると、ママどこにいるの。やばい、早くこっちに来て、見えるところに来て。いい監督か。え、じゃあさ、ここ見せてきていい。なんでうちもダメ。なんですごい人だよ。でもダメなの。そんなか、みんな好きなんだね。そう、善太くんは大のママっ子。これ手強いですね。来年からは小学生なのにとお母さんは心配なんだという。善太ママもう結構ずっとついて回って。あ、ママっ子なんですね。そうですね、結構一人ではいられない感じですね。この一大事に今夜は新企画、大のママっ子を子育て経験のないジャンプが一日お預かりさせていただきます。預かる。ママがいない中で善太くんにはある宿題に挑戦してもらう。メンバーはその挑戦を全力サポート。宿題をクリアさせて子供に自信をつけさせてあげる。なるほど、難しいだろこれは。そして気になる今回の宿題が。何すんのこれ。いや、バスケットを本人はやってるんですけど、今レイアップシュートができなくて。なるほど、確かに難しいね。なるほどね。今回の宿題はバスケの基本、レイアップシュート。地元のバスケ教室に通っている善太くん、2年続けるも未だ基本のレイアップシュートができずに悩んでいる。あ、そうなんだ。そこでバスケ経験者の高木がレイアップシュートの習得をサポートするのが今回の目的。いや、これ大丈夫。高木急に緊張し始めてきた。珍しい急な緊張。これだけは用意させてもらいましたんで。作ったの。何、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。これ彫刻？すげえ。あ、いいね、かわいい。いいね、これ。あ、いいわ、いいわ。ありがとうございます。着替えていただいて、じゃあ善太くんの家に。はい。あ、これも着替えていくのね。俺ね、これをもらったのすごい嬉しいけど、これで外歩く勇気はない。しかし今回は高木の勇気などにかまっていられない。お母さんからの依頼とはいえ、大事なお子様を預かる今回の企画、善太くんに不安を与えないようにするため、できることは何でもやらなければならないのだ。なんか地元はもう行くのか今から。いや、緊張するな。じゃあ早速ちょっと呼んできてもらって。めっちゃ緊張してるやん。高木はジャンプ一子供に怖がられるという男。善太くんのファーストリアクションは。ファーストコンタクト、これ大事よ。来た。こんにちは。こんにちは。かわいい。どうぞ。お母さんのお友達の高木優也と言います。善太くん。大丈夫大丈夫。やばい。挨拶しただけでお母さんの陰に隠れた善太くん。そして。そう、善太くんがね、バスケットが好きだって聞いて、ちょっと一緒に練習したいなと思って今日来たんだけど、今日ね、お母さんがね来れないの。だから2人なの。
やばい、こもった。今日はじゃあ、ゆうやお兄ちゃんか、お兄ちゃんか、ゆうやくん、どれでもいいよ。なんて呼ぶ？あ、やばい。まあ、名前呼んでもいいかなと思ったら、ゆうやお兄ちゃんって呼んで。心折れるの早いよ。明らかに表情が曇った善太くん。高木はすぐさま作戦を実行。ちょっとプレゼント用意したんだけど。見て。じゃん。これ何かわかる？赤頭の人。そう。赤頭。そう、スラムダンクの桜木花道のこれを今日着て一緒に練習しよう。あ、おお。早速井上先生に助けられた高木。そしていよいよジャンプが子供を預かる企画が幕を開ける。じゃあお預かりします。はい、すみません。行ってきます。行ってきますって。行ってきます。じゃあね、行ってきます。しかし、ママどこにいんの？善太くんはお母さんがいないと大好きなゲームにも集中できない男の子。これからご覧いただくのは、やばー、できるよ。え、全然できてたもん。だって全然できてたよ。一人の男の子が親元を離れ成長する様を必死に応援するメンバーとの絆の物語。ラストは家族の前で成長した成果を披露。果たして完成したレイアップを見せられるのか。ジャンプが子供一日お預かり、可愛い子にはジャンプと共に旅をさせよう企画、いよいよスタート。お、手つないでる。善太くんと高木が体育館に到着。山田は別室でモニタリング。実は山田には重要な役割が。何何あるんだね、役割が。善太くんはお母さんがいないと集中力が続かない男の子。そのため集中力が途切れないようにお母さんから聞いた善太くんのやる気が出るアイテムを用意。お、何入ってんの？それを駆使して善太くんが最後までやり遂げられるように影からサポートするのだ。これはこれで難しいね。いよいよ練習開始。お母さんが迎えに来るのは夕方6時。果たしてここからの6時間でレイアップシュートができるようになるのか。善太、今日お母さんがね6時に来るから、うん、ちゃんと練習し、お母さんにかっこいいとこ見せよう。はい、はい、行くよ。年とか体型とかを考えると片手がやっぱりどうしても難しいから両手のレイアップを教えてあげた方がいいんだって。お手本を一回見せてあげて形を覚えさせてあげるのがいいかもしれない。ゆっくりでいいよ。慌てないで慌てないで慌てないでね。これで1、2、ポン。外すと。外すね。小学校用のリーグだ。気を取り直してもう一度。お手本見せて、お手本を。1。お、いいね、いいね。そして練習開始早々、今回の道のりの険しさがあらわとなる。え、なんで？あー、高いね。ボールがそもそも、リングより高いところに上がっていかないと。そうだね。板橋先生曰く、善太くんのレイアップの最大の問題点はボールがリングまで届かないこと。こんな高かったっけ。身長117センチの善太くんにとって260センチのゴールリングは自身の身長の倍以上もの高さ。ボールもちょっと持ち上げられてないもんね。まだ6歳の身長と筋力でこの高さまでボールを上げられるかが最大の課題だという。これいけんの？これ。ただ野球のピッチャーみたいに振りかぶって投げてもらって。なるほど。これでいいから思いっきり投げて。下にねこうやってなってるから上にパッて。ドッジボール？うん、あ、そうそうそう、ドッジボール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 。切り替え早いな。バスケ経験者である高木はシュート練習ではない地味な反復練習ほどつまらないことを知っている。それでも高木の言葉を信じ必死に練習を続けた。大したもんだ。6歳のママっ子がここまで集中を切らさず黙々と練習するとは現場にいた誰しもが想像していなかった。いいよいいよ。善太くんが頑張り続ける理由、
それは、ね、ノーバンで届きましたね。休憩する？でもママに見せるためやります。えらい、すごい。よく言った。母親がいないと何もできないと思われていた少年のその言葉は、自分を変えるため必死に戦うことを誓っているようにも聞こえた。頑張れ。そして練習も次の段階へ。このボールを思いっきり上に投げて、その間に1、2、3、4、5、6って叩くの。6の上に上に。あー、そうそうそう。でも高く投げられるよね。うまいうまいうまい、今のよかった。つまらない反復練習を続ける少年に、高木は言葉で必死に背中を押し続ける。いけるいけるいける、あ、でも絶対できるようになるから、全体だっていける。いつしか誰も話しかけられない2人だけの空間が体育館の中を包み込んだ。青く澄んだ空とこの海と君がいれば Life is beautiful。 惜しい惜しい、でもまだいけるまだいける。あ、惜しい惜しい惜しい、今いい感じだったいい感じだった、惜しい、いい感じだった。え、行くぞ。そしてお、いあれだけ上がらなかったボールがついにボードに当たった。やるじゃん、いいね。さらにやって、もう一回やろう、うん、いけいけ、おお、そう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 、うまいうまいうまい。善太くんが放ったボールがとうとうリングを捉えた。惜しいね、惜しかった今。気がつけば練習開始から2時間が経過。少しずつだが確実に成長している善太くんの姿があった。お、お弁当買いかない？一緒に。別にいいけど。え？弁当買いこ。頑張る善太くんにここで休息タイム。はい。はい。いける。これ入れてくから。ここ一回りしてから行く。水で濡れてるよ。あ、これだる。ここ水道あるよ、ここ。まあ、大丈夫。これはこの絵だけでも。すごいいいお父さんって感じだもんね。いっ、行こ。最初は高木を避けるように逃げた少年。しかし疲れたね。おんぶしやろうか。いつしか2人の体は触れ合っていた。お兄ちゃんもごめんね。全然いいよ。こんにちは。え？カツ丼、親子丼、スタミナ丼。一番最初に言ったやつ。カツ丼？うん。カツ丼とじゃあ生姜焼き。手あげて、手あげて。いいね。虫注射3台見える。はい、行くよ行くよ。いいお父さんじゃん。はい、やらせてください。いただきます。なんか兄弟みたいに見えてきたな。お兄ちゃんと弟みたいな。そうだね。これいる？いる？いいよ。かわいい。うわ、かわいい。これ、クール行ってみます。いる？一回飲んでよ。やばいね、これ。同じタイミングだ。うん、飲んで。超かわいい。うまい。あとは、善太くんがレイアップシュートをできるようになれば、今回の企画は大成功。よし。やるぞ。しかし、我々が最も恐れていたことが起きてしまった。何よ何よ何よ。嘘だろ。惜しい。甘い。あ、やばい。あ、バルメン。大丈夫。できるできる。じゃあできるように頑張ろう。あ、ちょっと泣き。悔しいんだよね、こういう時って。当たりたくなっちゃう。よし。
あ、やばい。善太くんの集中力が切れた。休憩を挟んでいるとはいえ練習開始から4時間、6歳の男の子の気力体力ともに限界に近づいていた。まあ、そうだよな。じゃあもう一回やろ、もう一回やろ。ありがとう。完全に練習飽きちゃってんな。僕たちの教室でも大体こういう子たちを対象にやっぱ1時間ぐらいなんですよ、練習時間が。なるほど。だからすごいです、本当にこれだけまずやってるっていうのが。たった1日でレイアップシュートをできるようにするのはやはり無理だったのか。その時動いたのが山田だった。お、そろそろ助けメニュー使われますか。使った方がいいんじゃないかな。お母さんから聞き出したお助けメニューとは何だろう。大好物。それがこちらになります。ちっちゃい。何何何。巨峰です。巨峰。なるほどね。これを言い方悪いけど餌に。善太くんがお母さんといつも食べているという大好物の巨峰に全てが託された。いいね。果たして巨峰作戦の効果は。ダメだ。これ何でしょう。食べ物。え、食べ物。善太の大好きなもんだよ。何。ハンバーグ。集中してやるなら、うん、これご褒美であげる。集中してやれよ。お前集中してやるから見して。見るだけ。じゃあやる。かわいい。かわいいな今の。すると、ご褒美やるよ、うん、ちょっとどいて。あ、ごめんなさい。え、もう食べずに。巨峰パワーすげえな。うわぁ、力出たやん。巨峰作戦、まさかの効果絶大。めちゃくちゃ効果出てるじゃん。すごい飛べるじゃん。かわいい。イエーイ。本当に好きなんだ。うまいね。うまいよこりゃ。これはうまいわ。おじさんかよ。しかも巨峰の効果はまだ終わらなかった。巨峰すげえな。巨峰売れちゃうな。そう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 。惜しい。そして巨峰作戦が奇跡を起こした。ダメだ。え、え、おい、来た来た。ナイス。やったね。すごい。練習開始から4時間半、ついにレイアップシュート初成功。やったじゃん。しかしこのシュートは幻のシュートになってしまった。え、もっと早く。もっと早く。逆になってるわ。善太くんの体力が目に見えて落ちていた。最終目標はこの後迎えに来る母親の前でレイアップシュートを成功させて成長した姿を見せること。そうだね、頑張れ。これ以上の練習は逆効果。高木は体力を温存し本番にかける作戦を取ることを決めた。そして夕方6時、母親が迎えに来る時間を迎えた。こちらにおかけになってください。ですね、善太くんは今日一日お母さんに見てもらいたいという気持ち一心でレイアップシュートをずっと練習していました。最後にお父さんとお母さんがいなくてもここまでできるんだぞという善太くんの姿を見てください。はい。ママどこにいるの。もともとは母親がいないと大好きなゲームでも集中してできなかった少年。高木を見ると母親の陰に隠れていた大のママっ子だった少年。その善太くんが6時間に及ぶ猛特訓。親元から離れ様々な経験を積んだ少年は完全にマスターしたとは決して言えないが目標のレイアップシュートを成功させた。あの奇跡を再び起こせるのか。ママに練習の成果見せるけど大丈夫。絶対できるから自信持ってね。
行くぞ、全体。うん、はい、あ、いや、かっこいいとこ見せれそう。頑張る。よし、そうやな、頑張る約束したもんな。頑張れ。高木の劇に背中を押され、少年は家族が見守るゴール前に立った。果たして奇跡は再び起こるのか。いいよ、善太くん、いつでも。頑張れ。お願いします。あー、惜しい惜しい。でも届いてはいる。いけるいける。惜しいな。惜しい惜しい惜しい。もう一回もう一回。いいよ、もう一回もう一回。いや、でもここまでもすごいから。ボールが届いてはいるんだよ。いけるいける。あとちょっと。いけるいける。惜しい。もう一回行こう。いいよいいよ、落ち着いて。できたな。できた。いやー、よかったよかった。ジャンプが子供を一日預かり成長を手助けする今回の企画。ついに善太くんはお母さんの目の前で自分が成長したことを証明してみせた。善太くんのレイアップシュート見られていかがでしたか？すごい感動しました。練習をちゃんとしないんじゃないかなと思ってたんですけど、なんかできたっていうことはちゃんと練習できたんだなと思って、すごい頑張ったんだなと思います。バスケットこれからも楽しんでね。はい、はい、じゃあ今日ありがとうございました。ありがとうございました。またね。兄ちゃんもほら、ほら俺のこと誰だか分かってないと思うけど。こうして今回の可愛い子には旅をさせよ企画は幕を閉じた。番組からの緊急一大事。怖っ怖っ。じゃじゃん、いただきハイジャンプは土曜昼2時お引越し。お引越し10月からです。すぐじゃねえかよ。